はい、ふみやきんです。こんにちは。こんにちは。ずっとお笑い舞台を引き連れながらの巡業中みたいな感じなんですけど、意外とですね、前回のあの北海道の美味しいもんシリーズみたいな話がちょっとなかなか受けが良かったんで、ちょっとしばらく北から南下していきましょうかね。そうですね、肉、ああ場所から行く、そうやな、まあ一つずつも行けるけど、ちょっと飛ばして仙台にちょっと今日はあの僕のイマジネーションの世界に一緒に便乗いただいてですね、もうイマジネーションで行きますので、あの想像しながら聞いててほしいなと思うんですけど、まああの、まあ、絶対食べるのはまずはまあ牛タンです。もう、まあ、牛タン屋さんはもう鬼ほどありますんでですね、まあ、いろんなまあお店ごとに特徴あったり、まあ、するのはもう牛タン情報いっぱいあるから、あのお好みで探してもらったらどうかなと思うんですけど、だけどね、僕は意外とあの仙台に行くと焼きそばを食べるんですよ。焼きそばも、この焼きそばはあの、まあ、仙台の人もあんまり言わないんですけど、あのなんか第二の仙台 B 級グルメなんて言われてるんですけど、それね、どんなんかっていうと、あの焼きそばをの麺をあのフライパンでとか中華鍋とかで多分ね、表面両面ともバリッバリに焼くんですよ。あの長崎、皿うどんみたいな、イメージですわ。まああくまでカリッと揚がってるわけじゃねえし、あんな細く麺はない、普通の焼きそばの麺なんですけど、あんまほぐさずにもう両面ね、もうバリッバリ焼くんですよ。でバリッバリ焼いた上から結構辛いめの麻婆豆腐をね、上からジュワーってかけるんですよ。ほんでこれをこうほぐしながら麻婆豆腐とともにそのバリッバリの焼きそばの麺を食べるというのが、なんかちょっと最近静かなるブームに仙台でなってきてて、そこのお店の名前はあの、まあ、気になると思うんで言うと、まあネットで調べたらすぐ出てくると思いますけど、あのチクチク亭っていう店なんです。チクチクは竹竹亭と書いてチクチク亭なんですよ。あのバンブーの竹で、なんかこの竹2つ続いた時、こうなんかチュッ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 ってこんなして、あの佐々木のサーみたいなやつね、2番目のサーみたいな穴が佐々木のサーの2番目ってもうめっちゃこう教養のなさが今露出してしまいましたけど、ですけどそのチクチク亭というね、あそこのあの麻婆焼きそば、これ結構自分でも家でも結構できると思うんで、あのアレンジして、あのよかったらあの本場のもうね、仙台行く機会あったらぜひちょっと町のちょっと外れの方やけど食べに行ってほしいなと。そしてですね、チクチク亭の話をしながらふと今目線が合ったんですけど、この五円塾七期生の中にですね、仙台から参加してくれてる阿部さんっていう人がいて、阿部さんね、もう老舗のうなぎ屋さんなんです。めっちゃ美味しいという噂を聞きます。僕ね、実はね、今本当はね、すげえ美味しいんですよ、阿部さんとこのうなぎこうで、あでこうでとかって言うた瞬間、多分誰かが、文明さん、食べたことあるんですかって突っ込まれそうな気がして、僕はあの実はあの食べたことないのに、めっちゃうまそうに話すんの上手なんでですね。行ったこともねえのに、その観光地に行きたくなるような喋り方するのがまあまあ上手でですね、なんであの行ったことないのにめっちゃ楽しそうね、ね、だけど、まあ、ほんと正直な話は阿部さんとこのうなぎは食べたことないんやけど、仙台ではまあまあ有名な老舗のお店で、なんと阿部さんとこのうなぎ屋さんがチク亭という名前なんですね。麻婆焼きそばチクチク亭、うなぎを食べるならチク亭ということで、仙台シリーズ牛タン以外でお届けしました。ありがとうございました。チャンネル登録